テルルルッテルーはい、というわけでですね、またまた、ドライブベッドでございます。この前ね、ラディカさんのね、ドライブベッドの紹介させてもらったんですけど、あのドライブベッドはまあ人気が あってですね、再入荷通知で入荷してお知らせが入ったもんだから買ったんですけど、いつ入るっていうのはまあ分からなくってっていう、その間に買ったベッドがこれなんです。でこれはね、本命だったんですごい楽しみでね、さっき届いたんで今開封したところなんですが、これね、見てもらえば分かる通りね、この肉厚がねすげえんすよ、この肉厚。でバッグとしてですね、ちょっと持ってみますけど、ちょっとごめんねごめんね、持つとねこんな感じなんですけど、ちょっと洒落たなんか温泉旅行かなんかに持ってってもね全然違和感ないぐらいティーちゃんごめんね、バッグのビジュアルとしてもねめちゃくちゃおしゃれじゃないですかねっていう、キルティング加工すごいんですよこれも。まあもちろん本革ではないんですけど、すごいね、質感もねめちゃくちゃいいんです、本当にめちゃくちゃいいんですよ。ティーちゃん入って、ティーちゃんこっち入って、ちょっぴん邪魔にならないように入って、ティーちゃん、ティーちゃん入って、はい、ティーちゃんおいで、はい、おいで、はい、おいで、おいで、おいで、ティーちゃん、ティーちゃん入って、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 はい、はい、乗れ、はい、乗って、ティーちゃん、入って、はい、入って、行け、よし、OK。はい。どうですか、これ。本当に。すごいです。これはですね、海外からのね、品物を、個人輸入でね、買い付けて、売買してる、バイマさん。で買ってます。案件でも何でもないんで、なぜ今サイトを行ったかというとですね、日本で同じものを売ってるところがあるんですけど、まあ、手数料なんかがねかなり乗ってて高額だったんで、日本のサイトではね、まあ、もしこれ気に入って買う人がいたら日本のサイトではね買わない方がいいと思います。約倍近い料金設定になってたんでですね、ちょっと回って撮ってみようか。これね超いいかもしんないで、ラディカさんのやつね、いいんですけど、で何が良かったって言って、まあ、この縁がね、高さがあったんで、まあ、正面から見るとね、結局こういう感じになるんですが、まあ、今ご覧いただいてる通り、このベッドもね、この、ここのサイドが高いんで、まあ、これを前後に向ければ、チューピー。まあ、急ブレーキ仮に踏んだとしてもね、これがクッションになって全然危なくないという、これはね本当に優れもんだと思うんですよ。で見てもらうと分かると思うんですけど、前のラディカさんバッグはですね、内径がね30何センチしかなかった。ちょっと待ってくださいよ。35センチしかなかったので、まあいや狭いわけですよね。ところが、これはもう50センチ近くあるんでですね、まあ見ての通り多少長時間のドライブ、それが一番気になっとったんですけど、あのバッグは、あっピー多少ね、長時間の、ドライブでももうこれね、あの2人ともね安心して寝れると思います。でこの中に入れてあるクッションがかなり分厚いんで、そう広くも見えないと思うんですけど、こいつ取ってね、ブランケットかなんか入れてあげるとね、むちゃくちゃ広いんですよ。ティーちゃん、ちょっと一回入れてくれる？これね、これだけの深さがあるんで、ちょっとね、これチョッピーごめんね。中のクッションを取るとね、こんな感じなんです。こんな感じ。で、飛び出し防止のフックもね、2個ついてます。はい。なので、よりね、動かないようにというか、
まあ、使い方によってはね、かなり広いね、ドライブベッドなんです、これね。どうチョピー、快適そう？ちょっともう一回クッション入れようか。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね、チョピちゃん。チョピちゃん、一回離脱。はい。これはいいわ。はい、チョピ入って。入れる？入って。チョピ入って。はい、入って。入って。うい。はい、ということでね、まあ下手すればね、あの助手席側の、普通人がね、まあ足を伸ばすスペースにちょっとその同じような高さのクッションを入れてあげればね、まあ要は車に乗るとこんな感じで、こっちは助手席ね、こっち助手席で、まあこっち側が当たり前だけど、その前だとしたらね、うん、助手席側のスペースそのまんま埋めれるぐらいの大きさなんじゃないかなとちょっと思いますね、これね。いや、これね、ほんとおしゃれなんですよ、これ。ほんとにおしゃれ。ねえ、ショピー。気に入ったでしょ？モコモコ感も。どう？ティちゃん。ティちゃん出てこないね。はい。でもう一回ね、ちょっとね、あの、普段使いのバッグみたいな感じでね、ちょっと持ってみましょうか。ちょっと待ってくださいよ。ショピーごめんね。ショピーごめんね、もう一回出てくる？いや、これね、これほんといいよ。あの、おしゃれこれ、ほんとに。おしゃれすぎるんですけど、マジで。なんで日本のメーカーこういうの作らないのかね。はい。まあこれをね、持ち手をフックするようなものも当然ついてるんですが、これね、どうしよう、どうしようかな。こうしちゃうから。これね、どうすかこれ。ドライブベッドには見えなくないですかこれ。ねえ、ちょっと前のあのボッテガみたいなね、あのキルティングのバッグ、こんなのなかったですかね。はい、ということでね、それぐらいもうビジュアルもね、気に入りました。これどっから見てもね、ちょっとこれ普通のカバン、旅行カバンにしか見えないでしょこれ。おしゃれな、どうです、どうです、チョピ、これどうです、チョピ、どうですこれ、良くないです。はい、はい、チョピおいで、はい、おいで。はい、ということでね、新しく買ったかなり大きめでね、もう肉厚もすごい、ドライブベッドのご紹介でございました。お出かけ楽しみだね、チョピね。それでは皆さん、またねー。バイバイチョピーティーちゃんもな、お出かけ頑張ろうな。ガルルルルルルルアンドティー、バイバーイ。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチョッピーチャンネルの読者登録、高評価ボタンの方よろしくお願いいたします。またインスタ、ツイッターの方もですね、毎日更新しておりますので、番組説明欄からのフォローよろしくお願いします。それでは皆さん、バイバイキーン。